はい、短期決戦です。5月29日8時41分です。第976回ミニロトに予想していきたいと思います。ミニロト過去6回から傾向を見ると、6回中3回が18、6回中2回が7、10、19、21、27、28、6回中2回1回ボーナス数字が13、6回中2回2回ボーナス数字が30、混合4回、ミニロト過去2回とロト6とロト7から傾向を見ると、4回中2回が10、18、4回中2回1回ボーナス数字が16、でミニロト過去6回抽出数字がこれ、で混合4回抽出数字で、合体させて全抽出数字。で連想展開、あ、ここオリジナルになってない、前回の数字を並び替えて、前回の数字が赤ね、その隣をオレンジ色で示したのがこれで、水色が欠番出て、あのかからなかったぞ。前回は後半に集中してたんだ。で全抽出、緑色で反転させたのが2回以上出てる数字で、出てない数字がこれ、気になる数字が5、挟まれた数字が9、17、29、かぶった数字が10、18、参考回で予想してみましょう。ミニロトだからね、うん、ミニロトだからね、10はね、10と18はね、入れてみるでしょ。10と18、2とか1とか3、6、5、7、9、3、10、18、こんなもんかな。4、こんなもんかな。18、21、22、25、27、2、21、23、15、24、11、13、いいな。1、11、15、21、25、3、14、16、20、23、6、11、16、23、26、5、もう一個作るか。5、5、11、15、24、28、28ってないけどな。7、14、15、16、17、25、3、12、13、24、25、こんな感じかな。
はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。